皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の動画ブログなんですけども、アイデアが湧き出る3つのポイントとはというテーマでお届けいたします。会社とかお店などの組織ですね。この組織っていうのは、部署ごとに役割が分かれていますね。組織によって呼び名は違うとは思いますが、例えば経理とか総務、営業とか販売、と購買とか商品開発、製造、企画、社長室とか出荷とかね、まあ様々な部署が会社にはあるわけです。そして組織もですね、人間の体と同じように様々な器官とか臓器、まあ様々な役割を持ったところが有機的にこう結びついてですね、成り立っている。これらの部署はそれぞれ仕事内容は大きく異なるんですけども、会社とかお店の目的に向かって進むっていうのが理想ですね。元気な組織とか成果の出ている組織は全社一丸となって目標達成のために仕事をします。残念ながらそうではない組織はそれぞれの部署が連動してない。つまり目的に向かって仕事をしている部署もあれば、目的から大きく外れた仕事をしている部署もあります。バラバラといった感じでしょうかね、イメージ的には。さて、元気な組織とか成果の出ている組織に共通のことがあるんですね。それはそれぞれの部署が会社やお店の目的を達成するためのアイデアとか工夫を積極的に出し合っているということです。アイデアや工夫するのは商品開発とか企画部と言われる部署だけではないんですね。すべての部署のすべての社員がやるべきことです。例えばここに社員50人の A 社と B 社という会社があります。A 社は50人の社員が毎月1個。会社を良くするアイデアを出します。で、B 社は50人の社員が1年に1個会社を良くするアイデアを出すとします。A 社はですね、1年間でなんと600個のアイデアが出るんですね。で、B 社は1年間で50個のアイデアが出ます。その差はなんと550個。さらにアイデアを考える頻度も A 社は B 社の12倍。にもなりますから、どんどん頭が柔らかくなってアイデアを出すということに慣れてくる。つまりアイデアがどんどん出やすい状態になるということです。さて、今日の超地域密着マーケティングのポイントです。世の中にはですね、アイデアがよく出る組織と全くアイデアが出ない組織があります。中小零細企業でカリスマ社長とかワンマン社長のいる会社。実はですね、社長の考えたアイデアだけで商品開発とか営業販売が行われるケースが多々あるんですね。旗から見ていると商品力やアイデアに優れた会社のように見えますが、実は企画力とかアイデアがあるのは社長だけだったということです。つまり組織としては企画力もアイデア、発想力もないということなんですね。さて、皆さんはどのような時アイデアが湧いてくるでしょうか。これだけですね、情報が溢れている社会ですと、せっかく考えたアイデアでも簡単に真似することができます。そのような状況を考慮すると、今後は簡単に真似できないようなアイデアや工夫が重要になるということですね。また、これはビジネスですから、期日までに無理してでもアイデアを絞り出さなければいけない場面もあるでしょう。アイデアが出てこないのには、3つの大きな原因が考えられます。1つ目、アイデアを発想するためのフレームワークを持っていないこと。フレームワークとは、アイデアを発想するための考え方と言ってもいいでしょう。例えば、オズボーンのチェックリストですね。これはチェックリストなんですけども、これがあるとないでは商品開発のですね、アイデアの出方が違います。オズボーンのチェックリストを紹介しますと、
他に使い道はないか、他に似たものはないか、変えてみたらどうなるだろう、大きくしたらどうなるだろう、逆に小さくしてみたらどうなるだろう、置き換えてみたら、配置や並びを変えてみたら、逆さにしたらどうだろうか、組み合わせてみたらどうだろうかという、この9つのチェックをすることでアイデアを出しやすくするってものですね。そうです。フレームワークはアイデアを出しやすくするための枠組みです。で、2つ目。これはアイデアを出すための素材が不足しているということ。これはですね、往々にしてありがちです。アイデアを発想するといっても、ゼロ、何もないとこからアイデアを生むことっていうのは不可能なんです。あなたの頭の中にアイデアを生み出すための素材、つまり情報があるかないかが、これ鍵になるんですね。で、情報は大量にあればあるほどアイデアが出やすくなると。私はですね、かつてノートに気になる情報を毎日書いていたことがありました。これ1年も続けたら数百という数の情報をストックできるんですね。これをですね、私5年ぐらい続けたんです。今はですね、ノートには書いてなくて、エバーノートに書き留めて、ブログなどでそれを見ながらアウトプットすると。これはですね、一見地味な作業なんです。しかし、これをやるやらないでアイデアの出方が劇的に変わります。もうこれは絶対お勧めします。で、3つ目。これも重要なんです。同じ環境で考えていませんかということなんですね。特に社内で考えると同じ場所で同じ時間帯に考えることが多いかと思います。そしてブレインストーミングをやるとしても同じメンバーでやっていないでしょうか。場所、時間、人がマンネリ化すると刺激がなくなってアイデアはどんどん出にくくなっていきます。ですから考える場所を変える。考える時間を変える。話す相手を変えるという3つをですね、意図的に行ってみるのも一つの方法かと思います。私は人との会話の中でアイデアがひらめくことが多くあります。しかし、いつも同じ人と話をしていては徐々にアイデアはひらめきにくくなるでしょう。また、いつも机に向かって考えている人は、時には大自然の中でアウトドアで考えてみる。時には電車とかバス、乗り物に乗って考えてみることも刺激があっていいかもしれません。考える時間帯も同様に、いつもは午前中に考える人は午後9時以降に考えてみるとかね、これも一つの、刺激になると思います。そして、一つだけ変えるのではなくてですね、この3つすべてを変えるのもいいかもしれません。場所も変える、時間帯も変える、人も変える。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。